はい。こんばんは。始まりましたか、これは。なんかちょっと、すいません、遅れてしまいまして。どうなんですかね。今日はいけるから、まったく。ああ、そうなんですか。なるほどですね。今、ハマちゃんからちょっとスカイプでコメントをいただきましたけども。もう、ああ、なんですかね。ちょっと放送されてるかがちょっと不安ですね、毎回。ちょっと今日なんかあれですね、多分ヒロシさんが出れないのかなっていう、まあ多分間に合わなかったから僕が一人でやるみたいな、感じになってますけど。あれですね、ちょっと、誰も来てないとやっぱり話しづらいのはあれですね。あるかなっていう感じですけど。どうしよっかな。今日、ちょっとね、話す内容をちょっと考えておいたんですけど。え？あ、こっちのページに読まなくて、嘘。あ、そうなんですか。あ、聞きましたか。ハマちゃん、ありがとうございます。ちょっと、あれですね。不安になりますね。あ、そう、ニコ生コメントビューは入れるの忘れてましたね。そうそう、今日ヒロシさんは休みですよ。ちょっとなんかあれですね。なんかちょっとなんかこう、あたふたしてたというかなんか、あんまり準備が整ってない感じで放送を始めてますけど。ちょっと、あー、なるほど。ヘルシーシロップさんでしたか。2枠目から来るの？あー、わかんないですね。ヒロシさんどうですか？ 2 枠目もしかしたら間に合うかもしれないですけど、まあまあまあ、2枠目からとか中途半端なことを言わずに、まあ今日はゆっくり遊んでればいいんじゃないかなと思ってますけど、なんか何年ぶりかにこう会う友達となんかさ、なんだっけな、が北海道に帰ってくるみたいな、だかなんかわかんないけど、まあ久しぶりの友達と会うみたいなことを言ってましたけど、何？マヨネーズネタ用意してた。ああ、そうだったんですか。まあまあまあ、別に今日じゃなくても明日とかでも、あれですよね。で、ヒロシさんに使っていただければなと思いますね。どうですか？なんか、ああ、ちょっとネットビジネス、あれなんですよね。僕いつも不安になるのが、ネットビジネスみんなこうネットビジネスやるための放送で、そのための、なんだろう。こう、リフレッシュの場所としてここを使ってほしいんで、こう、なんだろう。放送終わったらみんなネットビジネスの作業とかやってるかなっていうのが結構心配というか、なんですけどね。だからただの雑談放送みたいな感じになって、ただ遊びに、この放送に来るような人にはなってほしくないなと僕は思ってるんですけど。マヨネーズ。ああ、なるほど。2枠目。まあ、そっか、今日も人が少ない感じですね。でね、ちょっと今日何について話そうかなっていうことを、一応考えて、ああ、すごい。すごいですね。1ヶ月を続けてるのがすごいですよ。始めてから1ヶ月。ああ、そうですね。おめでとうございます。おめでとうです。いや、でも、まず、なんかね、成果、ああ、ヘルシーシロップさんも始めましょう。あ、そうですか、ね、ゴリゴリやるつもりでも、ああ、やるつもりでいるのはいいですね。いやー、なんかね、1ヶ月っていうか、ああ、いいですね。1ヶ月でも、まだ1ヶ月だったら多分あんまり成果が出ないんですよ、ネットビジネスの場合。まあ、成果が出ないから、まあその辺でもうみんな、まあ、下手したら1ヶ月も持たないで、ああ、なるほどですね。HTML ですか。まあ、HTML だったら僕も多少わかりますけど、いや、ちょっとヒロシさんいた時の方がいいですね。てか僕がそう見れる環境にないというか、まあ、一応見ること、そうですね。一応、ヒロシさんいる時にの方がいいですね。で、なんだっけ。そうですね。そうですね。みんな、それ、待てないでみんな辞めていくんで、そこを、
もう2ヶ月で稼げなくても3ヶ月、4ヶ月、5ヶ月っていうふうにやっていけば。ああ、そうですね。自己アフィリエイトすぐ稼げて。ああ、なんかですね。自己アフィリエイトはすぐ稼げていいですね。物販、あ、物販も、そうですね。すぐ結果で出ますよ。あれ、僕、い、うーん。ああ、まあ、そうですね。トレンドも割と早く結果出ますけど、まあまあまあ。どうですかね。自己アフィリエイトの方がもっと早く結果出ますね。ああ、そうなんですか。確かオークション18歳以上からでしたからね。どのオークションに、もう、どのオークションでも。物販、ああ、物販いいですね。物販ね、確かに1ヶ月目僕勉強して、で、2ヶ月目からもう10万くらい稼げてたような気がしますけど。ただ、またなんだろう、仕入れるもの、仕入れるものを見つけていかないといけないのが大変だから。まあ、あとなんか、結構梱包したりとか、発送してあげたりとかするのは結構大変だったんで。まあ、リサーチが一番大変かもしれないですね、物販は。何が売れるかっていうのをリサーチして。で、ああ、最初それから始めましたね、僕も。なんか、僕は Wii のソフトとか結構あったんで、Wii のソフトとかの、スマブラとか、マリオカートとかを売ったりとかしてましたね。持ってるもの、あとなんだろう、持ってるもの、あとなんか僕、将棋とか好きだったら、将棋のソフトとかも、5000円くらいで売れたとかもありますけど、とかだとあれですよね、ノーリスクですね。もともと持ってるやつだから、あ、ウルトラマンカソンさん、いらっしゃいです。ああ、そうなんですよ。いや、それはダメなんじゃないですか、パク。友達とかに不用品とかないとか言って、処分してあげるよって言って、まあ、処分してあげるよとかでもいいし、買い取り、まあ、安く買い取りとかでも、まあ、それを高く売るっていうのが、結構やってますよ、なんか。まあ、どうなんですか、なんかなんだっけ。不用品買い取りの、なんか、たまに、なんだっけ、ラジオとかさ、もう使わなくなったテレビとかを、もう、なんだっけ、あれ、まあ、持って行ってあげるよみたいな業者。あれは多分、まあ、それで持って行って、それでなんか、高く売ってるのかなっていうふうに思いますけどね。まあ、そういう感じのことをやっても儲かるんじゃないかなっていう。なんですかね、なんか友達ブランド品とかをこう安く、なんだ。ああ、やっぱりそうなんですか。回収して修理して販売してるのかなね。なんかトラックとかでさ、使い古しになったテレビなんとか、なんだ、エアコン、冷蔵庫などがありましたら、みたいな、よくやってるやつですよね。まあ、プレイステーション、プレイステーションがどうしたんですか？あ、パッチャさんいらっしゃい。ああ、それは感じますね。だから、そうそうそう。開始。あ、今日ありがたいですね。なんかね、一人放送だと喋りにくいのがちょっとあれだったんですけど、コメントに助かってますね。いや、ありがたいです。ちょっとね、最初の頃の一人放送、ずっと一人で喋ってましたからね、僕。もう誰も見てないのに一人で喋ってたみたいな感じの放送だったんですけど、ちょっとコメントが来ると、そのコメントについての話ができるから、すごい話しやすいですね。で、なんですか、結局、頭を使う、仕事が一番儲かるようになってる。ああ、それはそうですよね。それなんかボケろっていう感じですか？なんか志村けんとかだったら、こう、首をこうぐるぐる回して、こういう風に使うんだよ、みたいなね。とかっていうようなことを言いそうですけど。いや、なんだろう。だから、新聞配達とか何も頭使わなくていい。レジとかさ、コンビニのバイトとかは安月給、安い単価ですけど、あるんですよね。だから、大学の教授とか、なんかね、研究者とかですか、頭使う。なんですか、漫画家とかも結局頭使ってますからね。小説家と、まあ、別に小説家とか漫画家でも売れない、
売れなかったらダメですけど。ああ、どうなんですか？頭使っても売れてない人は、まあ、儲かってないかもしれないですけどね。でも、ああ、それは感じますね。なんか、アフィリエイトやってたら、バカな人にやっぱりお金、なんだ、完全歩合制みたいな感じですからね、アフィリエイト。だから、なんかあんまり、その初心者のうちは稼げないですね。こんな人にお金払いたくないってやっぱ思われると、なんて言うんだろう。コアな知識で世界を良くする情報を伝えてる人。はいはい。まあそうですね。そういう人のところにやっぱお金が入ってくるっていう。コアの知識、なんですかね。コアの知識ってのは、まあ中心とかって意味ですけど、コアって。こう核になる部分とかっていう意味の知識。だから、まあ、すごい的を得てるというか、あれなんじゃないですか。なんかどうでもいい知識じゃなくて、すごい大切なことを言ってることとかっていう意味じゃないですかね。まあそういう人のところにやっぱりお金が入ってくるようになってるかなっていう。だからやっぱ役に立つようなことを配信してる人が、のところにお金が入ってくるかなっていうふうに感じますね、僕も。専門分野に特化したアフィリエイトですか？どういうあれですかね。ちょっとこれも昨日の話にも出たように抽象的な表現ですよね。崇高なものっていうのは、どういう、どうなんですかね。結構でも、いや、どういう、専門分野に特化したアフィリエイトサイト。ああ、専門分野に特化した。いや、だから、あれですよ。なんか、あれもこれも売るとかそういうことではなくて、なんですかね。まあ、テレビだったらテレビだけの専門サイトを作って、まあ、それを、まあ、テレビだけを売るっていう感じなんじゃないですか。例えばテレビだとしたら。だから、なんですかね。まあ、例えばネットビジネス系とかだったらもう、あとシリウスだけに特化したシリウスを販売するための、もうシリウスのことにしか書いてない、そういうアフィリエイトサイトとか作ってる人はたくさんいますけどね。まあ、シリウスに限らず、なんだろう。あ、権威とかのテンプレートだけを売るサイトとかもあるし、まあ何でもあるんじゃないですかね。量産サイトって一つ一つは全問ってどういう意味ですか？まあ、量産サイトの場合は、そういう、量産サイトの場合も、それ、専門サイトっていう感じですよ。なんだろう。要するに量産ってキーワード絞って量産していくっていう感じだから、そのキーワードが例えば、ああ、なんですかね。ああ、ちょっと、パッと出てこないですね。まあ、ダイエットのキーワードだとしたら、ダイエットのことにしか書いてないサイトを量産していくっていう感じなんで、一つ一つは専門じゃない、まあ、一つ一つは専門ですね。まあまあまあ。専門サイトをたくさん量産していくっていう感じですね。よく。ああ、そうですね。基本的に僕は、毎日っていうか、なんかみんなをこうネットビジネスに巻き込むために放送をやれたらいいなと思ってそのための雑談をしてるつもりなんで、ただ雑談をしに来てる人はできればちょっと、なんですかね。まあ別にそういう人も来てもいいんですけど、でもみんなでこうネットビジネスを、まあやって情報交換とかをみんなでできる放送になればなっていうのが僕の趣旨ですね。何がですか？ライバル増えるんじゃないと、どこのライバルですか？このニコ生のってことですか？今日は、そうですね。それは、ありますね。それはありますね。アフィリエイト多分これからどんどん参入してくる人が多くなってくるから、なんて言うんだろう。まあ、そりゃライバル増えますね。ただ、僕が思うに、ネットビジネスで稼げるようになるまでに、なんて言うんだろう。そもそも、
やろうとする人がいないっていうのと、もしやったとしても、やったとしても稼げるようになるまでにみんな挫折していくっていうか、まあ、そんな持てない、も、持たないんですね。多分僕も5ヶ月目くらいまで全く収入なかったですけど、5ヶ月多分収入なかったら、多分辞める人の方が多いんですね。まず、なんかそれうさんくさいとかって、まずやらない人が9割。で、残りの1割の人がやった中で、いいですね、いいですね。で、そうですね。で、やった人の中でも、そこから稼げるようになるまでやり続けられる人っていうのはまた、その中の1割くらいしか多分いないと思うから、まあ、99%くらいの人は、まあ、日本で99.9%くらいはね、やらないんで、大丈夫ですよ。ライバルはね、みんながライバルにならないんで、本当に最後まで諦めない人だけがライバルになる感じなんで。まあ、あれですよ。みんなは普通の表の会社員とか多分、まあ、ほとんどの人はそういう仕事をやってるんじゃないですかね。たとえ10年後でも20年後でも。そんなにだから増えるっていうほど増えないかなっていう感じはしますね。ギガサイトまで作り込む人ですか？なんだっけ？実際やれる人は少ないから困るほど増え。ああ、そうですね。ヘルシーシロップさんが同じこと言ってくれてましたね。やりまくってやりまくって。ああ、いいですね。ヘルシーシロップさんのそのやりまくってやりまくってっていうのが、いいですね。ギガサイトって僕もいまいちよくわかってないんですけど、ギガサイトって何ですか？ギガ人とかの。ギガサイトとは。何ですかね。ああ、なるほど。そういう結構、ビッグサイト的なことを言うんですね。そうなんですか、本当に。100万文字ってことは、100万文字？ 100 万文字。100万文字も書けますか？まあ、すごいでっかいサイトってことですね、要するに。いや、でも、あれじゃないですか。いろんな記事がすごいたくさんあって、いやー、なんか2ちゃんは違うか。なんだろう。ハチマキ公とか、なんだっけ。ネイバーまとめとか、なんだ、あと何ある？あと、ハムソクとか、ああいうまとめサイト的なことを言ってるんじゃないですか。ギガサイトって。なんか、まあ、なんだろう。ジャンプのなんか、まとめサイトとかも、すごい大きいサイトの、ことを言ってるのかなと思いますよ。どういうサイト？100万文字言ったら、なんぼだ、100万文字ってね、1記事500文字だとしても何記事あるんですか？ 100 万、ちょっと今計算機構にありますけど、100万割る、1記事じゃ1000文字、1000文字の記事だったとして、1000で100万を割ったら、1000文字の記事だとしたら1000記事あるサイトってことですね、100万文字ってことは。だから、1000記事ってのは相当な量ですよね。1000記事。僕の結構量産してるサイトだったら、1サイト10から15記事くらいのサイトを100個200個って作っていくんです。そうですね。ちょっと湧きにくいですね、イメージが。わ、木坂さんですか？知ってますよ。木坂さん。生のセミナー。木坂さん有名ですね。木坂さん直接見たことあります。直接セミナー受けたことあるんで。あれ、ちょっと待って。1000記事だから、普通だったら10記事から15記事の、まあ小さいサイトを量産していくっていう感じですけど、まあそういうサイトがギガサイトって言うんですね。でっかいビッグサイトみたいなことが。まあペラサイトとか1ページなのがペラサイトで、ああ、すごいわかりやすいですね。10万メガサイトで、100万ギガサイト。あ、100万のページがあるのが100万、ギガサイトってことですね。ありがとうございます。10万。あ、なるほどですね、なるほどですね。あ、そうなんですか。そうなんですか。ヤフオクに引き坂さんのセミナーコレクションは、
使う。なんぼだっけ？ 30、3万円か。あ、全然知らないですね、それは。まあでも、売れそうですよね、企画。まあ、安いんじゃないですかね。いや、わかんない。まあ、でも、木坂さんだったら、そのくらいの価値はあるんじゃないかなっていう、ふうに言われてるような方ですよ。いや、3万だったら安いと思いますよ。あの方のセミナー1回で60万とかしますんで。だから、ああ、そうなんですか。材質多すぎて、ターゲティング。おー、そうなんですね。だあの人の教材が1万円とかっていうのが、まあ、安いと思う。安い。お、マジですか？え、78万円のセミナーに行ったってことですか？めちゃくちゃあれですね。投資してますね。78万の感じ。マジですか？ 78 万円もよくあれですね。セミナーに、使うっていう決断をしたなっていうふうに思いますけど。あ、そうなんですね。ほう、アフィコンサル、風水、インソーコンサル。ああ、そういうことか、そういうことですよね、やっぱり。なんせ、そのコンサルでもいいですね、アフィコンサル、風水コンサルとかっていう。まあ、それだけ、お客さんを集めれるなら。78話の教材を変える権利がある無料セミナーに行ったってことですか？ああ、なるほどですね。あ、ちょ、待って待って待って、ハマちゃんにどれくらい頑張ったら1ヶ月5000円の報酬来るっていう。それね、結構、どのやり方によってっていうのが、もう、によって相当変わってきますよ。例えば、自己アフィリエイトだったらもうすぐ、まあ、登録して3日4日目くらいに報酬5000円稼ぐことはできますけど、自己アフィリエイトだったらずっとそれだけで稼いでいくっていうことはできないから。そう、だけど、まあ、小手先っていう、まあなんだろう、小手先でいいんだったら、自己アフィリエイトとか、オークションとかで不要品とかを売りさばいてすぐ、例えば、マリオカートとか売ったら。ああ、そっか、アフィリエイトサイトだけでっていうんだったら、まあ、いや、20個も作らなくても、まあ、下手したら1サイトで行くし、下手したらっていうか、うまくいったら1サイトで行くし、2サイト、3サイトくらいでも普通に、そうですね、1サイト1000円だとしたら5サイトくらいで、まあ、5サイト作れば行くっていう感じですね。まあ、サイトアフィリだったら、でも、サイトアフィリ、お、すごいですね。100サイトも作ったんですか。おー、やりますね。え、100。サイトアフィリはヒットしたら3万も1個です。え、ちょっと待って。ハマちゃんすごいですね。サイトアフィリはヒットしたら3万も1個でいくん。そうですね。3万、そうですね。まあ、その売るものによって違うって感じですよ。報酬単価高いやつとかだったら、まあ、一発の制約とかで、なんか、不動産とかのやつとかだったら、もう一発で何十万とか稼げるんじゃないですか。まあ、車とか制約させるようなサイトとかだったら、あと FX とか単価高いって聞いてますよね。ダイエットとか、まあ、単価高いやつで一発入ったら、まあ、一発で何万とか入ってくると思いますよ。投資系のサイトアフィリは大きいって聞きました。ああ、そうですね。FX とかですよね。うん、まあ、それは多分そうですよ。FX の証券会社に登録させたら、まあ、まあ、最低でも何千単位で入ってきますよね。ちょっと待って、ハマちゃんすごいですね。100サイトも作ったってのはすごいですね。あとは拾ってないとこありますね。ああ、そう、さっきのあれですよね。5000円稼ぐっていう。
エッチな投資のサイト。まあそうですね。基本的に穴場のキーワードを使った方が。まあ、それはそうですよね。だから、いかにこう、ライバルサイトが少ないサイトを、なんだろう、作っていくっていうか、まあ、ライバルサイトに勝てるようなサイトか、おお、そんな作ったんですね。ライバルサイトに勝つか、まあ、ライバルがいないところでサイトを、ライバルがいないキーワードでサイトを作るかのどっちかみたいな感じですね。まあ、当たり前ですけど。ああ、そうですね。まあ、5000円稼ぐのに、まあ、アドセンスで稼ぐっていう風に仮定した場合の話を、じゃあ、ちょっと、やってみましょうか。5000円稼ぐんだとしたら、250回、あれですよね。まあ、1クリック20円だとして、250回クリックしてもらえれば、まあ、単純計算で、5000円稼ぐことができるから、250回クリックさせるためには何アクセス必要なのかっていうことを考えると、なんぼですか ?250 割ることの 0. 点、なんぼだ。まあ、何人に1人が来るかによるんですけど、0. 点、まあ、例えば 0.5% だとしたら、まあ、5万アクセス、ちょっと待って、本当に ?5 万アクセスで?うん。まあ、そうですね。5万アクセス来れば200、あ、250円じゃんや。5万 PV か。まあ、5万 PV 稼ぐことができれば、多分5000円くらい稼ぐことできるかなっていう感じですね。1万円稼ぎたかったら10万 PV 稼ぐことができたら、まあ、そういうふうに計算していけば。多分そうですね。ちょっと最低計算というか、ちょっと待って、少ないですかね。間違ってます。まあそうですね。5万 PV くらい、5万 PV 稼ぐことができたら多分5000円稼ぐことできるかなっていう。まあ5万 PV ってことは何アクセス必要かってなると、まあ1万アクセスくらい、あれば5万 PV くらい行くようなサイトだったら、どうですかね。いや、だいたい最低で0.5%、まあ、高かったら2%がクリックするって言われてるんで、0.5、まあ、Google AdSense の場合だったら0.5%から2%がクリックするっていう、まあ、適当ではないです。一応最低でも0.5%がクリックするっていうふうに言われてるんで、で、まあ、最低の0.5%で計算した場合の話で、計算してみたっていう感じですけど、お、今日 235PV ですか。235PV だったら、なんぼだ。235×0.005 ですよね。まあ、一人クリックするかなくらいですね。もし0.5%の人がクリックするとしたら、235PV は集めてようやく20円稼げるみたいな。だから、そういうのをどんどん量産していかないと、だから、あれですね。最初ほとんど稼げないんですよね。まあ、そういうサイトを何個も作っていってっていう感じで、100サイト作ってようやく、なんぼですか、20万くらい稼げるようになるみたいな感じなんで、1サイトだと2000円くらいしか稼げないけど、そういう感じです。ただ、サイトが、働き続けてくれるから、そうですね。まあ、ここに来てくれればまた、いやー、花ちゃん、ちょっともっと頑張ってとかっていうふうに励まして、あれですよね。最初は結構ね、気が遠くなる感じが。いやー、どうですかね。受験の時どうしよう。まあ、とりあえず次枠行こうかなと思ったんですよ。ちょっと待って。まあ、ちょっとこの放送内で全部答えられないから、とりあえず次枠行きますね。